オープン。ててーん。こんばんは、しげもんです。どうも。今日はこれですね。これはスパークメーカーっていう 3D プリンターなんですけど、現状今日本でゲットできる中で一番安い光造形機ですね。格安光造形機。今日はこれを開けて使っていきたいと思うんですけど、最初に言っときますと、このスパークメーカーは結構使用レビュー評価がまちまちなんですよね。というのもやっぱり価格帯が安いのでちゃんと造形できないという人もいれば、いや値段の割には使えるぞっていう意見もあったりするんで、今回は僕が実際に使ってみてその様子を動画で撮影して皆さんに見ていただけたらと思います。よし、じゃあ早速開封していこう。よいしょ。よいしょ。はい、大きさはこんな感じですけど、でテープを剥がして、よいしょ。結構テープのベタベタが残るけど、で細かい機器は中に入ってるみたい。パカッと、おお、こんな感じ。はい、中はこんな感じ。テープをほどいて、でなんか箱が挟まってますけど大丈夫か。よいしょ。はい、じゃあ付属品を見ていこう。なんか謎のステッカーみたいなのがついてる。これは置いといて、こっちやね。この中に何が入ってんの。で中にはコンセントがついてます。これは2本対応のものですね。ほんでこの箱には、あ、なるほど、 AC アダプターか。普通に AC アダプターがついてるだけか。よいしょ。あ、あと調整用の六角が入ってますね。これだけでした。はい、じゃあちょっと寄って各部を見てみよう。電源を入れてみる。電源はこれコード挿すだけなんかな。ちょっとやってみよう。よ、はい、今電源コードを挿しましたね。するとファンが回り始めて、前のここダイヤルが光りましたね。あ、ほんでここのダイヤルを回すことでこのエレベーター部分が昇降しますね。へえ。でこのフロント部分にはダイヤルがあって、その下に SD カードのスロットがあります。データの読み込みは SD カードを使いますね。そして造形部分はここ、ここがレジンのプールになってて、上これもね取り外しできるんですけど、ここに造形されていくんですね。あとこれは紫外線カバーなんで、造形するときはこれをかぶせると。そんなにかっちりはまるわけでもないのか。本当に乗せるだけっていう感じ。暗いところでやる必要ありそうですけどね。なるほど。中身はシンプルやね。あとレジンは入ってないですね。別途レジンを購入する必要はあります。で説明書はね英語なんですが、このように写真が書いてあります。よし、じゃあこれを見ながらセットアップしていきます。はい、それではセットアップと造形をしていくんですけど、説明書通りにいきます。まず今これ画面見えてるのがスパークメーカーのオリジナルスライサーソフトですね。スパークスタジオ、これをダウンロードして今開いてます。まあ、スライサーなんでここで造形の設定をしていくんですけど、今これ中央に見えてるのがなんかよくサンプルで見かける謎のチェスの駒みたいなやつね。これを今回はサンプルで出してみようと思ってます。まあ、何ができるのかというと、ここでサイズを変えたり、あとはサポート材をつけたり、で積層の厚さとかね、プリント速度とかそういうものを設定していきます。ただ FDM の 3D プリンターと同じ感じでやったらいいのかって言われると、まあ、ちょっと違うんですよね。まあ、似てるけどちょっと違うと。例えば今ちょっとこれ選択して、右上ここでこの高級なんちゃらって、ここね、ここを押すと細かいパラメーターの設定ができるんですけど、ちょっとこれはね中国語になってるのかな。でここ、これがいわゆる積層やね。積層、これが 0.025 になってます。 0.025mm。 まあ、積層に関しては FDM と一緒。ただこの下に、なんていうのかな、積層、これね光を当てる時間なんですよね。レジンに光を当てて硬化させていくんですけど、その光を当てるための時間ね、これが今12秒になってる。でその下にはこの光の多分強さでしょうね、255とありますけど、ここの値を変化させることでレジンの固まり具合というか丈夫さというか、そういうものを設定することができると。でその下に見えてるのがこれね、一番底になる面の照射時間ですね。
で光造形というのは吊り上げ式でオブジェクトが造形されていくんですが、よくある失敗例というのが一番最初の面が剥がれて落ちてしまうということがよくあるらしいんですよね、まあ、よくあるかわからないですけど、ここの時間を調整してがっちり固めていくことで、落下させにくくするということですね、まあ、そこもやってみて数値を追い込んでいく必要があると思いますけどね。ここのパラメータを設定していくんですが、今回はポン出しでいきたいんで、このデフォルトで一回やってみます、まあ、失敗するかもしれないですし、うまくいくかもしれないですし、それもちょっと試したいんでね。そしてこの右のタブポッチ、これはサポート材の設定画面なんですけど、サポート材はね FDM でも使えますけど、でちょっとこれねオブジェクトを浮かしているので、一回自動サポートってやってみます、まあ、多分ねアドオートサポートでいけると思うんですけど、いきますポッチ、はい、今サポートがつきましたね。これは単純に物理的にこのオブジェクトを底面から浮かしているので、そこまでのサポートができてますね。でこのオブジェクト自体は計算されて多分モデリングされているので、サポートがなくてもちゃんと綺麗に造形できるっていう形になってる。で今回はもうこのオブジェクトは底面に引っ付けてこのまま出してみます。はい、あとはねこれを書き出すんですけど、これでね OK かな、ポチッと置き換えで書き出してみる。ほんじゃスライスされてデータが書き出されるということですね。でこの書き出されたデータを空の SD カードに入れて、その SD カードを本体プリンター本体に差し込んでボタンを押すと造形されるらしい。あとは 3D プリンターのこのプラットフォーム部分をちょっと設定していこう。はい、リフト部分に4箇所六角のネジがあるんで、ここを緩めますね。はい、そしてダイヤルをひねってリフトを最下部に持ってきますね。完全に一番下についたらそこで六角を締めて、これで OK らしい。はい、じゃああとはデータを入れた SD カードを入れて、でここにレジンを入れる。じゃあ入れるよ。でレジンに関しては 120g まで出そうです。絶対測って入れた方がいいよな。あとはこのままケースをかぶしてよ、そしてスイッチを押します。いけポチよ、あすると赤になった。おで今リフトが自動で降りてきてますね。レジンにピタッとひっついたぞ。はい、ここからどうなるんやろ。このままほっといたらいいのかな。今リフトが上下してますね。はい、そして今これ側面から紫外線ですかね、ライトが漏れてますね。だからちゃんと起動はしてるっぽいね。じゃあこのまま待ってみよう。はい、あれから結構時間が経ちまして、だいたい11時間ぐらいですかね。出力が終わって停止してるんで、今から取り出してみようと思います。見た感じオブジェクトがちゃんとひっついてるんで失敗はしてなそう。ちょっとカバー取ってみるよ。オープン、ででーん。はい、寄ってみるとこんな感じ。クリアレジンを使ったんで透明ですけど、うん、大丈夫そうですけどね。じゃあ取り出してみよう。はい、オブジェクトを取る場合はこの上のネジを緩めますね。そしてここを引き抜くと。よっ、よいしょ、こうやね。はい、リフト取り出しましてこんな感じですね。大きさは 35mm なんで、サイズはわかるかな。積層はねパッと見わからん。で今取り出したばっかりで表面にレジンがついてるんで、多少表面はぬるっとしてて光沢はありますね。こっからこのプレートからオブジェクトを外して IPA で洗浄します。で本当は手袋した方がいいんですけど、ちょっとどんな感じなのか触ってみる。あ、硬い硬い、結構しっかりしてるな。ギュッてしたら剥がれそうやけど、その前に壊れそうですね。あ、取れた。今ちょっと表面を拭こうと思ったら取れましたね。取れた。はい、じゃあこの勢いで洗浄までいきます。瓶に IPA を注いでこの中にオブジェクトを投入する。じゃあいきます、ポッチャ。はい、ちょっと瓶がちっちゃかったですけど大丈夫そう。これで表面のレジンを落としてここで洗浄するわけですね。はい、洗浄終わりましたね。これで表面についているレジンが落ちたんで
だいぶ輪郭がくっきりしましたね。あとは太陽光に当てるか UV ライトを使って硬化させます。はい、スパークメーカーを使って初めて造形したものがこれですね。ちゃんと出来上がりました。で、朝出来たては透明やったんですけど、今は結構色が変わってますね。ちょっと濁ったっていう感じかな。ちょっとカメラで細かいところまで伝わるかっていうのが微妙なんですけど、まあ問題なく造形できてるかなっていう感じで、積層なんですが、この縦 Z 方向の積層は1層が 0.025mm になってます。対してこの上から見た XY 方向の解像度っていうのは 0.1mm になってるらしい。だからこの向きとこの向きは積層の厚さが違うということですね。まあこれは仕方ないかな。あと FDM と比べてなんですけど、 FDM の場合はオブジェクトの体積で造形時間が決まるんですけど、光造形の場合はこのオブジェクトの高さで造形時間が決まります。だから今回は 35mm のオブジェクトをこの向きで出力したんですけど、これを寝かせて出力した方が造形時間は早くなります。あと FDM の場合はこのオブジェクトの中身ね、補填率、これを設定することができたんですけど、光造形の場合はこの中は全部レジンで埋まってますね。中を空洞にしてレジンをちょっと節約みたいなことは多分スライサーではできひんかな。モデリングの時点でそういう設計にしてないとダメっていう感じかな。まあこの解像度が高い面と低い面っていうのがあるんで、それはこう造形する際に向きをちょっと変えたりして、まあ、狙って造形するしかないと思います。はいはい、長くなりましたが、どうでしたかね、スパークメーカー。一応格安造形機ながらちゃんと造形することはできましたね。で、今回は開封からセットアップして造形までをやってみたんですけど、正直造形に関しては細かいコツみたいなのがいっぱいあると思うんで、それで設定を追い込んでいって、もうちょっと自分好みの造形に近づけることはできるのかなと思います。あと今回はこのサンプルを造形しましたけど、うちの場合は鉄道模型の車両とかジオラマの素材ね、そういうものをこれで作っていきたいんで、次回以降はそういうものを作っていこうかなと思ってます。はい、まあ価格帯も安いんでね、そういう趣味の世界では普通に使い倒せるんじゃないのかなと思います。うん、はい、というわけで今回は格安の光造形機スパークメーカーを使ってみたよという話でした。このプリンターと、あと今回使った道具一覧は説明欄に載せておきますので、気になった方はチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画見れますので、ぜひ登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではさよなら。